ガリエです。今日はですね、この以前中国から買った無塗装のこのジグ、まあ、このジグをですねちょっと加工してみたいと思います。まあ、60g のこのジグなんですけども、表と裏こんな感じで形が違ってですね、ホールはすごく良くて、まあ、ただ巻きしても泳ぐみたいなね、いいジグなんで僕すごくお気に入りなんですけども、これ僕の友人もすごく気に入ってくれててですね、以前ロッドビルドのために道具を一式貸してくれたお礼ということで、これを4本今から作って友人にあげたいと思います。まあ、とはいえですね、お金は極力かけたくないし時間も大切ということで、超手抜きで、しかも100均ベースで、これは中国ベースの鉛ですけども、100均を主に使いながら作りますということで、コーティングはですね、まあこの100均のおなじみのアルミテープ&フォログラムテープ、まあ、ちょっといいフォログラムテープもありますが、もうここら辺を使いながら、作っていきたいと思います。まあ、僕も友人もですね、まあ、色に関してはまあマカで塗っときゃいいよっていう感じの人間なんでですね、まあ、とりあえず今日はシルバーベースを4本作ろうと思いますね。まあ、とはいえ、まあ、ホールの時の明滅は作りたいということで、こちら側が、ホールの時に下になる部分なんですけども、こちらが上になる部分ですね。こちらの方にはホログラムでキラキラさせたものを、この反対側の下を向く部分にはこういう風にアルミの鈍い光を放つ加工をしてみたいと思います。まあ、最初に言いましたように、今日は超手抜きで、行きたいと思います。ダイソーのアルミテープを適当なサイズに切ります。まあ、これ几帳面な人だと、あのジグの形を取ってアルミテープに移してみたいなことをやると思うんですけど、私やりません。いきなり、適当に切ったサイズのものを、ジグに当てて、もういきなり貼ります。別にこれで剥げたことないしですね、まあ全然僕は問題ないと思うんで、まあこれでもうバッと貼ってしまいますね。できるだけエッジのところを、しっかり押さえて、まあシワができようとあまり気にせずですね、まあ一気に貼ってしまいましょう。ここは、はい、まあ、貼れてしまえば、あとはカッターの刃をギュンと一番長く伸ばしてエッジに当ててスーッと引くだけで簡単に綺麗に切れてしまいます。これ魚をさばくより絶対簡単だと思うんですけどもね。はい、同じように反対側もエッジに刃を当ててスッと、ほらこんな感じで簡単に切れてしまいます。まあね、最初にジグの形に切ってそれを几帳面に貼るよりは絶対こっちの方が簡単だと思うんでですね、まあ几帳面にやることがダメだって言ってるんじゃないですよ。それはそれでいいと思うんですけども、僕はまあ雑に作ってもまあまあ綺麗にできるんで、まあこれでいいかなと思ってます。ということで、精密ドライバーですね、精密ドライバーのこの丸い部分の方でこう当てかってこすりつけてですね、先ほど雑に貼った部分でシワがあったりするところを全部伸ばします。それとあと顔の凹凸ですね、これをきれいになめしてあげるという作業を一応やります。まあこんなもんですね。まあこれで十分だと思いますよ。はい、アルミの方はね、特に本当にテクニックいらないので、貼ってこういう風なドライバーで舐めしてあげるとこんな感じになりますんで十分です、これで。ということで、この調子で4枚アルミを貼っていきたいと思います。はい、ということで全て貼り終わりました。まあこのままでもキラキラでいいんですけども、まあ、せっかくこういう感じで三角形になってるんでですね、上身のところにちょっと鱗をつけたいなと思いまして、この精密ドライバーのこの取っ手の部分のギザギザをこすりつけるというのが、私たちの、まあ、決まりでありまして、この明滅で、魚が釣れているわけではないと思うんですけども、まあ見た目上下でね、こういう感じの鱗模様がついてると結構かっこいいんでですね、まあ人間のモチベーションを上げるために鱗つけてます。いや、もしかしたらこの明滅で釣れてるのかもしれませんけども、まあ
釣れてる理由なんていうのはね、まあ、基本的には人間のエゴだと僕は思ってるタイプなんで、まあ自分の自己満足でつけているという感じでございます。こうするとほら上と下で光り方が変わりますんで、まあわかりますかね、明滅、まあ今キラッと光りましたが、この上身部分は鈍くしか光らないということで、下から見てるお魚さんもちょっとこの明滅に何回明滅言うんだって話ですけどね、まあしょうがありません。私ども、水平鏡明滅派でございます。はい、ということで、同じ作業をあと3回やってみたいと思います。はい、こんな感じでだいたい同じものが出来上がりました。今日はですね、この後使うホログラムテープ、ライトいっぱい当てるとですねハレーション起こすんで画面暗くて申し訳ないんですけども、まあ、こういうカメラでちょっとアップで撮っても、まあ、こんな感じですね。まあ、あと目玉の部分がちょっとアルミが浮いてるので、このポンチの一番細いやつで押し込みます。今回は目玉もですね思いっきり手を抜かせていただきたいと思います。はい、ということで目玉を入れるんですけども、このいつものビニールテープの黒に、細いポンチで穴を開けたもの、もう完成したものがここにございます。はい、っていうかいつもここに貼ってるんですけどね私ね、これをカッターで取って貼り付けていきます。目玉をこんな感じでですね、はい、こんな感じですか。はい、こんな感じで側面完成でございますね。まあ反対側に今からホログラムテープを貼っていきたいと思います。まあ、ホログラムテープはですねこれ一時期ずっとダイソー置いてなかったんですね。復活して本当に嬉しいです。これはまあ適当なサイズに、また適当ですいません、適当に切って、適当に貼っていきます。ペロンと置いて、これね、アルミテープとちょっと違うのホログラムテープってちょっと硬いんですよね。だからもうこの顔の部分ちょっと絶対にくっつかないんで、もう最初から取っちゃいますね。で、先ほど見たく、地まできつく押さえた後にこのように精密ドライバーでエッジをしっかりと片付けてあげます。でこれ先ほども言いましたけども、ちょっと硬いんでこのテープカッターの刃が入りにくいんで、入り口だけをこうやってハサミで作ってあげるんですね。はい、あとは魚をさばくようにカッターの刃を思いっきり伸ばしてエッジに当てがいスッと引くだけと。これでまあ綺麗に取れます。同じように反対側もエッジに刃を当ててスーッと押してやるだけで、はい、このように取れます。まあね、あの道中でたらめでもね、アウトプットがしっかりしてればそれでいいんだろうなと僕は思いますんで、まああのいろいろご非難もあると思いますけども、いいじゃないですか。ということで顔にはアルミを貼ります、このようにね。はい、先ほど言った理由で、ホログラムテープはちょっと硬いので、しっかりと顔に貼り付くことがないんでですね、こういう風に顔だけはアルミテープで、精密ドライバーでこんな感じでなめした後、また、カッターでスパッと切ると。慣れたらむちゃくちゃ早くできますよこれ。はい、ということでとりあえずこれで完成ですね。アルミホロバリはですね割と簡単です。あと裏面と同じように目玉をちゃんと押さえ込んであげて、中にビニールテープを入れてあげると、目玉をですね。はい、これをあと3つ。はい、できました。あとはですねこの目玉が今サライケのようになってるんですけども、これをまあこのブラックライトとこのレジンで埋めていきたいと思います。
まあ、レジンをね直接流し込むだけなんですけども、まあ、ドーム型にするのは一撃では難しくてですね、まず一回たらーっとこのように流し込む、平らになるまでね、まあ、流し込みます。はい、でライトを当てます。こんな感じですね。はい、乾いたら、まあ、すぐ乾きますんでね。はい、でまあこれだとまだこういう感じで平らなんで、まあ、ちょっとだけ盛り上がってますけども、もう少し盛り上がらせたいということで、この上からもう一度ですねレジンで、今度はドーム型になるんですよね。表面張力ではないと思うんですけど、まあ丸くなるとドーム型に、はい、なりますんで、ここでもう一回ライトを当てます。はい、出来上がったらこんな感じの 3D になります。これをあと何回やるの。はい、ここまで撮影をしながら35分が経過してます。まあここまでできました。はい、あとはですね、まあこれサービスで、そこら辺にあったホログラムの歯切れを三角形に切って胴体に貼って、この胸びれにしてみました。胸びれかな、これ、ヒレにしてしまいました。はい、これどうでしょうか。まあちょっとしたサービスでございます。あとはもう超手抜き、エポキシ接着剤でコーティングです。まあ、ウレタンとかセルロースに比べると匂いもそんなにきつくないですしね、部屋の中でできるし、すぐ乾くし、安いし、まあ、1回のコーティングで済むし、こんなにいいものはないですよね。はい、ということでロッキングプライヤーで固めた後、ひたすら削ぎ落とすようにですね塗っていきます。まあ薄くていいと思うんですよね。はい、こんな感じでコーティングも完了です。ということで友人にはこのままシルバーのまま渡すんですが、まあ、参考までに色入れたいよっていう方はですね、もう本当に僕はマーカーでいいと思います。マーカーで背中に1本このように筋を1本入れるだけでももう全然違うんでですね、もう1回いきましょうか。2回入れてやるとまたかなり変わると思いますけども、2回入れてこんな感じですよね。まあ油性のマーカーがあったら結構なカラーつくんですけども、最近僕発見したのはですね、まあアルコール、あの消毒用のアルコールでも、まあアルコールランプのアルコールでも何でもいいと思うんですけども、これで拭き取るとですね、まあ完全には落ちないんですよ。ほんのり残るというかですね、まあ、例えばリムーバー系とかシンナー系のもので拭き取ると本当に綺麗さっぱりなくなるんですけども、アルコールで拭き取るとこんな感じでほんのり残ると、まあ、これが僕最近お気に入りなんですよね。まあ、よくよく考えると、まあ、ダイソーの油性マーカーにブレンダーっていうのがありましたけども、あれと同じですよね。あの中身も多分アルコールだけだと思うんで、はい、ということで黄色を刺してですね、こんな感じ。まあ、なんなら背中にもう一回青を入れてあげて、はい、まあエアブラシで拭いたとは言いませんけども、なんとなくいい感じで出来上がりました。ほらね、まあ手抜きでもね、最終的にこのレベルが出来上がればいいんじゃないですか。まあ、裏側はねこのようにダイソーホログラムのギラギラ、反対側はダイソーアルミテープのぬめーとした感じ、まあ、これをダイソーのエポキシ接着剤で包み込むというですね、まあ、まさに D パワーでございます。はい、ということで、これを友人にあげたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。次回はですね、これ分かりますか、これをジグにまとわせてみたいと思います。次回また会いましょう。ありがとうございました。お疲れ様です。